新宿駅前をご通行中の皆様、こんばんは。こんばんは。政治団体の君の会でございます。街頭演説をやらせていただいております。令和の時代になって困ったことが起きまして、沖縄で新しいタイプの YouTuber が誕生しまして、10歳だそうであります。この人何て言ってるか、まあその人が言ってるのか親が言ってるのかよく分かりませんが、不登校でも何とでもなるみたいな、そんな話なんですね。まずもってその10代の人が YouTube でアカウントを持つこと自体が、まあ多分規約の違反だと思うんです。それで一応日本にはですね、皆さん大好きな日本国憲法に義務みたいなのがあるんですよ。教育を受けなきゃいけないという義務があるんですね。まあそれだけじゃないんですけど、働かなきゃいけないという義務もあるし、税金を納めなきゃいけないという義務もあるんです。でこの YouTuber の10代の不登校の子供が、まあ今人気らしいんですが、それにですね、脳みその科学者のなんとかさん、茂木さんですね、茂木健一郎さん、脳みその学者らしいんですけど、学校に行かなくても学ぶ機会はたくさんあるって言って、この子に頑張れと僕は応援するってコメントを出してるみたいなんです。いや、今はこの人一人だからいいんですよ。例えばこう世の中の10代の子供たちがこぞって YouTuber になって、こぞって学校に行かなくて、そうなった時にこの人たちはどう責任取るのかなと思うんですね。今は一人だからいいんです。学校に行かなくても学ぶ機会はある。いやいや、そうじゃなくて、学校に行って学ぶのは原則なんですよ。そこ以外で学ぶことはたくさんあるんですよ。それが僕らが子供の時によくやった夏休みの、例えば林間学校とかですね、そういうところなんですよ。学校では学べないことを屋外に行って学ぶっていうことなんですね。ですからそもそものスタートラインがちょっと僕らと感覚が違うなということなんです。自由というものは義務を果たした人にしか僕は与えられないものだと思っています。何でもかんでも自由だと、まあいいですよ自由でも。だけどもやることをやってから自由にしましょうよという話なんですよ。例えばこれが義務教育だから別に学校に行かなくても6年経ったら自動的に中学校に移る、3年経ったらまあ高校に行く行かないが決まる、ね、自分で決めるんですが、もうこんなことを言い出すやつが出てきたら小学校も義務教育やめようかって話になるんですよ。単位制にしてね、もう留年制にしようかっていう話に極論私はなると思うんです。ですからそういったものは大人がちゃんと正しい道に戻してあげなきゃいけないんです。それを僕は応援するなんていう、科学者が
いうことではない。ですから皆さん、自由はしっかりと満喫しなきゃいけない、主張しなきゃいけないですけども、やることやってから自由というものをやりましょう。そして間違っている人にはあんた間違っているよと言える社会づくりを目指していきましょう。ありがとうございました。